街頭100人ブランドインタビューの第3問はこちらです。あなた自身がブランドになりたいと思ったことはありますか？あります。ブランドになりたくないですけどね。なりたいと思います。なりたいと思い常に思おうとしてます。いやないですね。いやそれはないですね。ありませんね。100人に調査した結果、ブランド人になりたいと答えた人の割合は37人でした。逆に 63% の人が自分はブランド人にはなりたくないと答えたわけですが、その理由をそれぞれ見てみると傾向が見えてきます。あります。やっぱり人に影響を与える人になりたいです。はい、ブランドになって世界に羽ばたきたいと思います。自分で会社を作って世界に貢献できたらと思います。いや、ないですね。それだけやっぱブランドになってしまうと今の友達関係が崩れそうな気がするので、それはあんまりないですね。素直に正直にね、普通に生きていきたいね。僕ブランドみたいなもんですから、ほぼなってるような感じがします。どこら辺だとかは、まあこのちょっと個性がある感じとか、まあ、みんなを引きつける感じっていうのは完全ブランドかなって。ありません。このブランドに関わらず、本当にいいものを作ってるであったり、本当にいいものを売ってるっていうところが、これからは残っていくという時代になると思うんで、ブランディングっていうのは後からついてくるものだと思ってるんで。ないですね。その自分の発言とかにも責任を持ったりとか、影響力があったりとか、それがもっと広い人たちになってしまうと自分で責任持てるのかなっていうのは、これはならないといけないでしょ。知名度がどうのとかじゃなくて、自分を持ってないと。心の中では世界で一番変えてる人間になりたいなって、しっかり自分っていうものを持てるようになりたいなって常に思ってます。ブランドになりたいとかっていうのはそこまでないですね。自分が自分で折れればいいんで、ブランドってよりも別に優しくあればいいかなみたいな。感じたことなかったね。まあ私の家では私がブランドでしょうからそれはないですね。ブランドになるっていう定義があんまり好きじゃないので、有名にならなくても、まあ、自分がちゃんと貢献できればいいと思います。ないですね。自分は自分でやりたいことを好きなようにやればいいだろうっていう。このようにノーと答えた人はブランドイコール贅沢と感じて敬遠している人が多かったようです。また年齢別で見ると、20代や30代の傾向として、注目を浴びすぎるのは嫌とか、普通の生活を続けたいという人が多く見られました。一方で50代以上の方では、大変だからという理由でブランドにはなりたくないという回答が目立ちました。逆にブランド人になりたいと答えた 37% の人の傾向を見てみると、必ずしもお金持ちになりたいとか有名になりたいと思っているとは限らないようです。自分をしっかり持ちたい、個性的でありたいと考えている人がとても多かったように感じます。ということでここまでお届けしてまいりました。一口にブランドになるというふうに言っても、それが一朝一夕に簡単になれるものではないというのは皆さんすでにお気づきの通りです。そこで今回この我々のブランド調査に加えまして、ブランディングのプロにそのブランド化のヒントを言葉を借りようと思います。登場いただきますのはスターブランド株式会社の村尾龍介さん。このブランディングという部門で日本でも指折り数える知名士の一人です。企業のブランディング、また個人のブランディング、政治家のブランディング、またまた地方自治体都市のブランディングなども行っていらっしゃるのがこの村尾龍介さんです。今なぜキラキラ言ってたのか、どうして皆さんは自分ブランドを作っていかなきゃいけないのか、自分ブランディングにこだわっていかなきゃいけないのか、ここが大きく分けて2つ理由があるというふうに思います。1つがこれです。会社中心の社会から個人中心の社会にシフトしている。そうですね。皆さん本屋とか行けばですね、パーソナルブランドの本とかね、自分ブランドを作ろう、自分がブランドになる、そんなような本いっぱいありますね。でも本当にここ5年ぐらいですね、急激にそういう風になってきました。まあ、一つの理由としてはですね、転職が当たり前になった、終身雇用が、確保されなくなった、なんでもっともっと自分を磨いてですね、転職しやすい自分にしていったりとかね、自分の力だけでも生きてくるようにしていかなくいけなくなったというのが一つ言えるというふうに思います。
ということで、お届けしてきましたカウ TV ブランド白書、いかがでしたか。私たちが普段接している身の回りのあらゆるものにメーカー名や商品名がついているように、もはや私たちがブランドに接しない日はありません。この番組を見ているあなた自身も、そしてあなたが働く企業も、規模の大小こそあれ全てがブランドだと私たちは考えています。インターネット時代の加速とともに、企業や個人が独自情報を発信できるようになった今、今回の調査があなたのブランド化にお役に立てば嬉しく思います。もう今日本当に最高でした。もう東京福岡でセミナーを受けてましたけど、ここまで気づきと感動と笑いと、もう本当に全てに充実したセミナーってなかなかないですよね。大変ためになりました。短い時間でね、かなりの私自身の、今後の指針に役立つセミナーでした。カウ TV の高橋さん、参考にされているという方だったので楽しみにしてきましたが、公演そのものがかなりエンターテインメント、充実した時間を過ごさせていただきました。例えば僕だってですね、僕はかつてホンダという会社にいたんですけど、ホンダでブランディングとかで、ね、マーケティングなんかをやってたんですけれど、僕の名前が、僕がまだ会社にいた頃はですね、やっぱり僕個人よりもですね、僕がどこに属してるかっていうのがよっぽど重要だったんです。なんで僕の名前が村尾だろうが林だろうが小林だろうが関係ないですね。この名刺さえですもん、ああ本田さん、僕の名前は本田さんだったんですね。本田さんで済んだんです。僕のソニーの友達もそうです。僕のキャノンの友達もそうですね。そいつの話が、ね、そいつのね、名前が加藤だろうがね、斉藤だろうが関係ないですね。その名刺さえですもん、ああキャノンさんね、ああソニーさん、それで話が終わったんですね。個人よりも組織の方が重要だったんです。でもそこからがらりと時代が変わりました、ね、それよりも何よりも個人の方がものすごく重要になってきました、ね、いい例が塾の講師ですね。有名になっていけば、僕はこの職場によって一つのポジションを確立することができますし、自分ブランドを確立することができるんですね。なんで常にこうやってポジショニングでですね、いろんなとこを見ていく、ね、どんな小さいグループでも、どんな大きいグループでも、皆さんが属しているグループをポジショニングで考えていく、これとっても大切なんですね。芸能界っていうのはとっても恐ろしいところですね。芸能界も全部実はこれポジショニングでできてます。これ今日本で活躍する男性の外国人タレントのポジショニングです。僕はこれをですね、知性派、お笑い派、芸達者度が低い、芸達者度が高いの低いですね。芸達者度が低いっていうのはまただから皆さんは自分の服装だけじゃなく、自分の姿勢だけじゃなく、自分の声だけじゃなくですね、自分のストーリーがどう流れていくかっていうところまでですね、計算して普段の言動行動をしていかないといけないんです。これ一回始まったら皆さんはものすごい繁殖力を持つことになりますね。皆さんのストーリーがどんどん流れてるんですよ、この九州中、日本中でね。これを僕は皆さんの繁殖力というふうに呼んでいます。過去にブランドを作ったブランド人と呼ばれる人間はですね、やっぱりそういうストーリーを必ず持ってるんですね。例えば本田宗一郎、